騒いでしまうと思います。本当にすごく迫力があって、たぶん一度ね、この街を楽しんでいただける人はあると思います。K-POP ザ・ウィットというのも声をかけていただいておりますので、もしよかったらね、こちらも参加していただきたいと思います。今から私たちのですね、泣け殻の街の中、このツアーの一番最後、お土産物屋さんなんかもご紹介させていただきます。今日はですね、カナダを回られてきて、カナダはここの地域にアメリカの文字といういろんなツアーのお客様にご乗りいただきまして、このツアーを進めさせていただいております。もうカナダを回られてきた方は知られております。これをお砂糖の代わりにお料理に使われてもいいということなんですね。例えばすき焼きとか焼肉のダレだったら、今カナダやアメリカの肉は日本の方に持って帰ることができないということで、鮭、サーモンだったら大丈夫です。土地から出てくるこのサーモライト、すごく綺麗な色をして出てくるそうなんですね。これはカナダだけだそうです。これを気になりまして、宝石と出しましたのがアーモライトという文字になります。このアーモライトなんですが、世界三大オパールの一つと言われております。メキシコのメキシコオパール、オーストラリアのオパール、そしてカナダのオパールがアーモライトになります。あとも一つの宝石というのはね、皆さんもお聞きになったことあるかと思いますが、カナダのオパール、アーモライト、あまり聞いたことがないですよね。というのもこれは巻貝の宝石ということで、化石の宝石なんです。昔は国外輸出の